富田哲之助、富田哲之助大正5年2月27日は、幕末の仙台藩士、明治期の外交官、実業家、忌味縄さ佐熱ね、号は、哲教、日本銀行初代副総裁、第二大総裁を務めるが、大倉大臣、松方正義と対立して悲鳴された。後に、貴族院議員、東京府知事を歴任する。仙台藩の重臣、富田実穂の4、 男として、仙台浄化両閣院長にて生まれる。安政三年、判明により、江戸に出て、法術を学ぶ。帰国後に、反抗部署の助手となる。後に許しを得て、江戸に再度留学して、勝海舟の氷塊塾に入る。慶応二年同門の高木一次郎を連れて、慶応義塾に留学し、仙台藩士、大城聖介の入塾を圧戦した。慶応三年に、勝ちの息子、 ソロクのアメリカ留学に随住して渡米し、後に親と以外国人として日本に複式ボケを広めることとなる W.C. ホイットニーが開いていたニューアークの商業学校で経済学を学ぶ。この間、仙台藩は母親戦争によって朝敵とされ、藩の緊迫した状況を察し一時帰国するが、勝ちに諭され、再びアメリカに渡った。その後、富田は、 学業優秀であるとしてそのまま、明治政府の留学生として認められた。さらに、明治5年の岩倉施設団派遣に際して、岩倉特命全権大使をはじめ大久保利道、伊藤博文の地具を得、ニューヨーク領事心得に任命されて、明治政府の外交官に登用された。二年後に帰国した際に、福沢諭吉の売尺によって、杉田玄白の総尊、杉田ぬいと結婚したが、 その際に日本で最初の夫婦契約書を作成したと言われている。その後、今度は新国上海総領事に任じられた。その間に目方種太郎ら他のアメリカ留学経験者と共に人力車を創設して日本国民の啓蒙運動に当たった。後にイギリス公使館初期官に任命されて日本の近代化への努力について各方面に向けて解いて回った。 明治14年にイギリスから帰国すると世界経済に関する知識を買われて大倉省に移り翌年日本銀行が創設されると初代副総裁に任命されて総裁の吉原重俊を助けたところが明治20年に吉原が急世し翌明治21年2月22日に第二代日本銀行総裁に就任した在任中に 公定部会制度の確立や外国合わせの整備など、日本銀行の中央銀行としての基礎づくりに尽くした。ところが、当時の横浜商金銀行に対する外国合わせ買取資金の供給をめぐって、大倉大臣、松方正義と衝突、松方の政治的圧力を受けても、持論を改めなかったためにわずか1年7ヶ月で、罷免された。帝国議会解説にあたり、 1890年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、翌年には東京府知事に任命された。明治26年に府知事を退官後は実業家として活躍し、日本官業銀行、富士宝石、横浜火災会場保険の設立に参加して、横浜火災保険では社長に就任したほか、日本鉄道理事なども歴任した。だが、事故の蓄財には、 関心が低く、資材を投じて、教立女子職業専門学校の設立への支援や、大月文彦らと共に、旧仙台藩出身者の学士支援などを行ったという、募書はご告示。ありがとうございます。